ルちゃん、星さん。アニメ化し、クッソ激烈に大ヒットしたゆるゆりジャンルの最近のトップ漫画。ゆるゆりと呼ばれる、ジャンルは当てるとクッソ激烈にあぶく銭が入ってくる夢のジャンルなのぜ。この漫画はキャンプブームと呼ばれる主におじさんがたしなむ趣味を可愛い JK にさせるということで大ヒットさせたクッソ激烈に優秀な作品の原作。さらにはアニメ化にあたってクッソ品質の高いアニメを制作するアニメ会社を当てたこともでかいのぜ。シナリオは、ソロキャンプが好きな JK がソロキャンプしていたら、そこの近くに引っ越してきた天然系の美少女 JK が迷子になっており、JK が仲間になりたそうにこっちを見ているという感じで、困っていたので助けてあげたら主人公はキャンプにハマって、転校先の学校でメスしかいないプチキャンプ部に入部する。そうしたらその学校にたまたま助けてもらったソロキャンパーの JK がいてなんやかんやあってそこからそれらの JK をメインにゆるいキャンプをするという漫画。この漫画はまず、空気感の演出がクッソ激烈にお上手です。次に作画がクッソ激烈に丁寧であり、神経質のオタクの理系でメガネみたいな感じの中の人が描いたような緻密な作画をしており、その緻密さやトーンの張り方によってキャンプ場の凛とした空気感の演出に成功しております。次に出てくる JK たちの性格設定やキャラデザが秀逸で、全員ユリ豚と呼ばれるゆるゆりを愛する猛者たちが好むキャラデザで、さらにはノンケのオスやメスですらユリ豚にするくらいのいい感じのキャラデザと作画をしております。次にしっかりキャンプのことを丁寧に解説しているような感じがあり、松ぼっくりを使うと天然の着火剤になるとか、焚き火は服に穴が開くから嫌だとか、そんな感じのやっている人あるあるの説得力の高さだったり、キャンプ用品の緻密で丁寧な作画、主要キャラが装備する服もしっかりキャンパーが装備する服装に仕上げており、なおかつ燃える服のセンスがリモールとべね。うちらおまんじゅうはほとんどのゆるゆりアニメでなぜこれがヒットするのか？わからないのぜ。ただこの漫画だけは1話読んだ瞬間に、あ、これは当たるわって思った作品だったのぜ。マゼンダベースの色を使ったクッソおしゃれなジャケットだったり、とにかく作画と演出が圧倒的すぎてあんこが震えました。当たるべくした当たった漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。